ようこそ日本の藤沢へ。青いケアは多くの方の利用者の多くの方たちが、ほとんどの方は認知症ですが、中は地域の方が普通に通り抜けていきますし、地域の子どもたちの遊び場にもなっているような事業所です。ですがどの事業所も鍵は開きっぱなしですけれども、高齢者がどこかに行ってしまって認知症の方が行方不明になるようなことはありません。